いやあ、せつなけいすけだよ。墓鬼はあの歌、やっていきたいと思います。あ、先週が初めての方もおられるらしい。前回のあらすじ。文化祭の日が、あ、ちゃうな、これ文化祭の前日やな。文化祭の前日、テントを建てる。テントを建てる。まあ、準備の日。準備の日です。まあ、マリンちゃんがいましたんで、コラミちゃんの方に行きたいと。コラミちゃんの方のグループに行きたいと思います。って感じです。そういえば、今日、流星群らしいですね。知ってました？そう。この流星群というちょっと気になるワードが出てきた。森崎グループのテントに向かう途中。だから森崎グループやめろ。会社の名前みたいでちょっと笑ってまうんや。森崎がそんなことを言い出した。へえ、そうなの。結構みんな話題にしてますよ。そんなに遅い時間じゃないから、準備の後にみんなで見に行こうってそこら中で話をしていますし。見に行こうってどこかまで行くの？神社ですね。あそこ空がよく見えるらしいので。へえ、なんか神社って聞いたらなんか意味ありげないよな、神社って。そりゃいいな、俺たちも行こうぜ。言い出すと思ったよ。流星君ね、萌崎に案内されて占いの館までやってきた。おう、両人たちではないか。どうも。その他、萌崎の友達も僕たちに挨拶してくれる。チース先輩っす。お、涼介先輩じゃないですか。ご無沙汰してます。こんな感じで行こう。順調？順調なのは順調なんじゃかな。どうかしたの？中がものすごい暑いんだよ。テントやけんな。しかも占いの館ってことはさ、占い師の格好するんだろ。暑そうやな、占い師の格好。返金かもしれんけど、暑そうやもんな、占い師の格好って。まずにずっとで黒幕ですからね、風も通らないし。なるほど。ま、一応初めからこうなることは分かっていたので、明日はちゃんと涼しくなる方法を考えています。やるじゃないか。どうするの？いろんなグループがクーラーボックスを使っているので、明日はいらない氷がたくさん出るらしいんですよ。それをもらえるよう交渉は済ませているので、明日は大丈夫です。すげえ、マリンちゃんすげえ。森崎グループやん、本当に森崎グループやん。もう他の会社とのネゴシエーションできとるやん。森崎グループできるぞ本当に。森崎社長みたいな感じになるぞ。すごいな、交渉とかいう言葉を使うとは思わんかったね。仕事が早い、仕事が。なるほどね。明日私は昼からそっちに行けるからよろしく頼むの。おお、午前中だけなんじゃ。うん、わかった。午前中私とピオちゃんが占い当番じゃから、ぜひ来てほしいのじゃ。今日の私は？今日は3位じゃ。よし。それじゃあ、あんまり長居して邪魔するのも悪いし、そろそろ戻ろっか。おう、じゃあのテントに戻ってくると、伊月が膨れ面で睨んできた。どうした？もう3人でどこ行ってたのよ。あ、怒ってる、怒ってらっしゃる。コラミのとこ様子見に行ってた。順調そうだったか？ま、問題はないんじゃね。なんで3人だけでそんな楽しそうなこと、ことをしに行ってるのよ。楽しそうなことってな。別にそんな楽しいことしてねえし。そんなことより今日流星群なんだってよ、知ってた？ああ、そういえば朝ニュースでそんなこと言っていたな。全国規模なんだな。つーわけで夜見に行こうぜ。エクってどこに？神社からだと外がよく見えるんだって。ふーん、いいわね。じゃあそうしましょう。よし。でもその前に準備ちゃんと終わせるわよ。へいへい。これが徹夜とかになったら流星群が見れませんからね。ちゃんとやりましょう。森崎グループに負けずにね、こっちはね、なんだろう。何グループ？
気違いグループってことなんですけど、ここがもうやんちゃグループみたいな感じでいこう。まあグループの名前はいいわ。こんな感じでちゃんと文化祭らしくなっとんじゃ、最多祭。もうこん須藤ってなんや須藤ってなんやいや他はなんかグループ名なのに一つだけ須藤ってあるけどちょっと浮いとるぞ須藤。なんかお前個人で参加しとんか、これこれスポンサー的な感じだろ。会社名とかグループ名とかたくさんある中、なんで須藤なんだなんで一つだけ須藤なんこれしかもこれタクティカルシンパシーってある。このゲームの作者さんであるタクティカルシンパシーさんでないか。さらっとちょっと売名してるビンゴ大会あったり、たこ焼きうまいってあったり、メイド喫茶まで。メイド喫茶が中学生でメイド喫茶に興味持つとはやる。さらっと進路見せてるさらっと先生が進路のポスター貼ってる。お前ら進路どうするんだって。いいやん、文化祭ぐらい進路のこと忘れさせていいやんぼっちやって須藤か、須藤のことか。あれ須藤って前なんか名前出てきた聞かれたことあるような気がするんよな。サッカーの対決の時、あのリンゴゼリーかけたサッカーの対決の時に出てきたような気がするんよな、須藤と名前のやつ。そう時間がかからずに一通りの準備が終わる。少し離れた場所からテントを眺め、伊月はうなり声を上げていた。あ、これうなり声でいいよな。ゼミだわ。いやーそんなこと言われても、だって俺ら夏月以外地味な人間ばっかやもんななんだ、派手にしたいのか。だったら俺が。お前が派手にしようとしたらさ、ぶっ壊れるんよな、いろいろと。センス的にね。伊月はいいの、いや伊月じゃないわ夏月はいいの、ちょっと黙ってて。だと。でもどうするの。ほらあれよ、最近流行りのアニメの絵とか描いてさ。著作権で訴えられるよそうすれば客引きになるんじゃない。誰が描くんだよ。そりゃそんな絵を描けるのって言ったら、わざとらしく視線を歩むへと送る伊月。あ、そうか、歩む絵描けるんだったな。それに気づいた歩むは顔を歪めた。いや描かないぞ。いいじゃないのよ、ちょっとくらい。おっと、和骨いらっしゃいです。可愛い女の子だと思った。残念、焼きそばでしたっていう感じにしてよどんな残念焼きそばでしたって残念焼きそばでしたうーん、一つ言わせていい。可愛い女の子はおるけどお前のことじゃないぞ伊月小鳥ちゃんだぞ。わけがわからん。ってじゃあしょうがないわね。まあわけわからんのは俺も同意やわ。アイムが絵を描いてくれないならその辺の雑草をテープで貼り付けましょう。落ちぶれすぎだろそれない方がマシなものやってるね。伊月の発想どういうことなん。投げやりすぎるだろ。ほらアイムに、ないわ、ほら真面目にどうするか考えるぞ。伊月？なんでもないわ。どうした伊月？さ、じゃあどうしましょうかね。さてと、準備も終わったことだし、一旦休憩しよう。トイレに行きたくなってきたので、みんなにそう言って、僕は校舎を目指すことにする。私も行く。小谷もついてきた。なんで？俺トイレに行きたいだけなんやけど、なんで小鳥ちゃんついてくるの。なんで君はついてくるのかな。ツレションってやつかね。ツレションって普通男同士とかそういうんで行くもんじゃん。なんで小鳥ちゃんついてくるの。用を済まし、小鳥と待ち合わす。お待たせ。うん、じゃあ戻ろっか。外を目指して歩いていると、また森崎と遭遇した。よう会うな。あれ萌崎またトイレ。違います、デリカシーのない人ですね。ちょっと教室のロッカーに用事があっただけです。設営用にカッター入れっぱなしだったので。そうなんだ。と言っても教室入れなかったんですけどねなんで
コメント見てみたらストーカーみたいな感じで夜あ、でもね、小鳥ちゃんにストーカーされるのはあながち悪い気はせんのな、俺としては。もう20日ネズミレースの設営始まっちゃったんですよ。20日ネズミレース、なんかちょっと興味深いんがあるな。なんなん、お金かけ合ってやれるやつ。じゃあ俺さ、もう大穴狙いでさ、もう全部かけたろうか、全財産かけたろうか、今財布に入っとる。なんだそれ。余ったカッター持ってません？どうだろう、多分一つぐらいあるんじゃない？貸してもらえます？いいと思うよ。じゃあ行こう。マリンちゃんが合流しました。あ、そういえば今年のお化け屋敷は力入ってるらしいんですよ。テントに向かって歩いていると森崎が急にそんなことを言い始めた。でしょ、小鳥ちゃんにストーカーされるんだったら悪い気はしないでしょ。わかるよね、わかるよね。へえ。それで思い出したんですけど。何？出るらしいですよ、お化け。あれ？なんかこれ前にもあったな。前にもあったってか、パーツ2あたりで出るらしいですよ、お化けみたいな展開があったような。その時はああ、黒い影ないんやけど、あったな、そんなん。そのことをすっかり忘れとったけど、またか。またその噂かって感じやな。え？知りません？学校に出るお化けの噂、知っとるも何もすごい前の話やけどな。もちろん知っている。というか、ててー、関係者が横を歩いている、うん、お化けって毎回毎回出よる敵のことやけんな。もうもう分かりきって分かりきりすぎてね、ちょっと忘れとるぐらいのレベルのもの。だいぶ懐かしい。関係者ってことで言えば、僕ももうその枠その枠の中かもな。いや、小鳥ちゃんが幽霊なんじゃなくて、敵が幽霊で小鳥ちゃんはその関係者って、まあ、戦いよる相手やけんね。そういうことです。ま、学校の方は最近全然噂に上がらなくなっちゃいましたけどね。気になる言い方だった。ああ、ってことはなんかまたその話題が持ち上がるようなことがあったんか。第二次ブーム的な感じ。学校の方、方ってどういうこと？あ、方、え、学校以外にも出て見たってことか、それは。え、知りません？こっちは最近噂になってるんですけど、神社にも出るみたいですよ、お化け。まだ神社ってフレーズ出てきたやん。なんかあるぞ神社。いや、あるんやけど分かっとるよ。あのパラレルワールドのもう一つの世界の方に神社に、あの塔があるんは知っとるよ。神社の方に塔が。リンクし始めたぞ。なんかリンクし始めたぞ。え、初耳だ。神社？そうです。誰が言い出したか分かりませんけど、そういう噂が出回っています。おそらくそれは敵だ。小谷もそれを理解したのだろう。真剣な顔で僕を見つめてきた。そういうこともあって、今日流星群を見るときに肝試ししようと言っている人もいるみたいです。流星群の観察と肝試しを同時にやるってすごい夏休みやな。そんなことをして、もし誰かが敵に触れてしまったら、そし確かに取り憑かれてやべえことになるな。ロウスケ。うん、分かってる。うん、どうかしたんですか？あ、もしかしてビビったんですか？バカ言うな。俺はそういう幽霊でビビってるかのごとくめっちゃ噛んでる。ビビってるんじゃない、俺の滑舌が悪いだけ。ごめん森崎、ちょっと急ぐよ。え小鳥は先に正面、正門に行って待ってて。うん、いいなにも連絡しておく。あ、スマホ勢の方が充電が 11% という。もっと充電しとけばよかったな。ゲーじゃあな。よろしく。じゃあ行くよ森崎。はい。カッターナイフ貸せずに終わった。急いでテントまで戻ってきた。はあ、走ってきたので僕も森崎も呼吸が荒い。あら、お帰りなさい。どうしたんだ、息を切らせて。
しかも森崎まで連れて、あ、森崎ついてきとるわ。はあ、本当ですよ。なんで走らないといけなかったんですか。悪い、ちょっと用事ができた。森崎にカッター貸してやって。それじゃあ。そう生き残して僕はまた走り出す。神社やな、神社の方行くんやな。は、え、な、何よ。ごめん。正門で小鳥と落ち合う。イーナさんは現地で集合予定。そっか、連絡したんやな。それにしても残った敵の居場所の一つか、神社とは。この前神社に行った時は敵がいるって分からなかったの。明るい時間に感知するのは難しい。あ、時間帯的な問題があるんじゃ。よく分からんけど。それに噂になっている敵が大きいやつとは限らない。あ、それもそうか。小さい敵なら余計に見つけにくい。そうなんだ。それなら仕方がない。ねえ、涼介、今回は敵を倒すのが正しい？ああ、そうか。クリスさんに聞いたけんな。敵を倒すに残す方法、残す理由っていうか、敵を倒さないっていう理由。こっからやな。その、どういう方向に向かっていくかっていうのが決まってくるんが。この前のクリスさんの話もある。だからそう聞いてきた小鳥の顔は不安げだった。仕方ないよ。多分今夜神社に行く人は少なくない。その全員を止める手立てなんて僕たちにはない。そうやな。それなら倒すしかなかった。そうなるか。それにこの前台風の時に二人で話してたでしょ。たとえ敵を倒すのが間違っていることだとしても、この島の人たちは守らなきゃ。うん、そうだね。小鳥はゆっくりうなずく。なんかごめん。え、何が。こんな偉そうなこと言ってるくせに戦うのは小鳥だから。別に私がどうすればいいか、涼介が何か言ってくれなきゃ私は動けない。だからそれでいい。小鳥、行こう涼介。うん。僕たちは神社に向かって走り出した。目的としては、敵を倒して夜にみんなが来る頃には敵がおらん状態にしたいところ。おう、遅かったな。神社がある山のふもとまでやってくると、先についていたイーナさんが僕たちを待ち構えていた。事情は聞いている。とりあえず神社まで急ごう。はい。石段を登って神社に到着する。どう？敵の気配はある？わかんない。まだわからんのじゃ。まだ明るい時間帯だからな。敵はどこか暗い場所に隠れているはずだ。そうですよね。というか涼介、なんでお前までいるんだ。そんなこと言うん、イーナさん。なんか僕傷つきました。そんなこと言うんですか、イーナさん。敵を倒すのは小鳥の仕事だ。お前がいても仕方ないだろう。それは、そうなんですけど。涼介がいてくれた方が、私は助かる。どうして？うまく言えないけど。はあ。小鳥の言葉を聞いて、イーナさんは大きなため息を吐き出した。見てみろ、イーナさん。小鳥は俺のことを、必要としとるんじゃ。精神的な意味で。どういう、まあ、正確に言うたらどういうことかわからんけど、精神的に。それから真面目な顔になって僕を見つめてくる。いいか、涼介、よく聞け。は、はい。お前は、いや、お前たちは敵に対しての危機感が足りない。この付近のどこかに猛獣がいるとしたらお前はどうする？猛獣じゃなくてもいい。毒ガスの噴出口があったら、お前はきっと近づかないはずだ。それは、まあ。敵の危険性はそれと変わらない。だから私たちは小鳥が戦っているとき遠くの安全の場所から見守ることしかできないんだ。自分たちが何もできないことをちゃんと理解しているし、奴らの危険性も知っているからな。自覚しろ。お前は敵に対して何もできない。それはお前だけじゃない。小鳥以外の全ての人間がそうなんだ。だから首を突っ込むんじゃない。いいか。いや、そうやけど。
そうやけど、イーナさんには珍しく有無を言わせない言い方だった。僕が黙っているとイーナさんは小鳥の方を向き、小鳥、お前もだ。敵のことで涼介をこれ以上巻き込むな。そう念を押す。小鳥ちゃんも残念そうに。でも小鳥はまだ納得のいっていない、そんな顔をしていた。イーナ、本当に敵は危険なだけ？何？この前ここでクリストファーと話をした。クリストファーは敵は人類を救うために必要だって言ってた。私はただ敵を倒してるだけの自分の行為に自信が持てなくなった。敵を倒せっていうイーナや RCH の指示にも疑問を覚えるようになった。だから私はちゃんと聞いておきたい。本当に敵を倒すことは正しい道？正しい行い？小鳥の言葉にイーナさんはしばらくの間沈黙を続ける。その複雑な表情にはいろいろな思いがあるように伺えた。しかしそういったものを抑え込んでイーナさんはいつも通りの顔で喋り始めた。お前たちがここにいるというのがもう答えだろう。え？お前たちはどうしてここに来た？それはこの島の人たちを守りたいから。そうだよ、それが全てだ。クリスと話をしたのならあいつらがどうやって敵を調べるのか、それも聞いているだろう。敵を調べるには誰かが犠牲にならなければならない。でもクリスさんは被験体は自分たちで用意するって言ってました。そういう人たちはみんな何かしら問題のある連中ってそう言ってました。関係のない人間だったらいいのか、悪いことをした人間だったら犠牲にしてもいいのか。それはずっと悩み続けている問題だった。てかその問題が解決せんけんこういう展開になっていったんよな。反論できずにまこついていると、イーナさんは落ち着いた声色でやったんよなこれで、ボーダチョウなんて読むんだこれ。論し始めるじゃないよな、悟し始めるかな。こっちは助けて、あっちは助けなくてもいい。そういう考えは私だって理解はできる。誰だって無関係の他人がどうなろうと知ったこっちゃない。それはその通りだ。しかもそれが人類を救うためだというならなおさらだろう。だったら。でもな、そんな簡単なものじゃないんだよ。自分の裁量で勝手にこっちとあっちとを決めて、誰は助ける、誰は助けない、そうしているうちにいつの間にかあっちはなくなっていて、今度はこっちの中からまたあっちを決めないといけなくなってしまう。そんなことを繰り返しているうちに何を守りたかったのか曖昧になっていって、本当に守りたかったものは最初にあっちと決めつけて切り捨てた側にあった。そういうことはいくらでもあるんだよ。わあ、わあ。イーナの話は難しい。そんなことを言われてもわかんない。そうさ、お前がやらないといけないことは単純なことじゃないんだ。複雑で何度考えても明確な答えなんて出てきやしない、そういうものさ。だからこそ私に従えと私はお前に言う。いいか小鳥、お前がしっかり考えてお前自身の答えを出すのは大切なことかもしれない。でも答えを出すというのは同時に責任も負うことになる。責任？それは中途半端な思考で終えるようなものじゃない。きっとお前はその重圧に押しつぶされることだろう。クリスタにしても私たち RCH にしても、その行動は考え抜いた結果だし、その上で対立だ。だからこそその先に起こる出来事に対して責任を負う覚悟ができている。考えることは大事だ。だが考え抜かない中途半端な考えはむしろ悪であると私は言い切る。だからずっと考え続けていたイーナさんに従えって。別に私を従えと言っているわけじゃない。小鳥がクリスの方が正しい、だからクリスについていくと言うのならそれでもいい。でも今はお前がここに来てしようとしていることは何だ？敵を倒すことだろう。その考え方なら私に従え、迷わずに敵を倒せ。視聴者さん、こんなシリアスな展開でちょっとこんな変なことを言わせてもらってもう申し訳ないんですけど、足痺れてきた。足痺れてきた。あぐらかいとったら足痺れてきた。
あぐらかいとったら足しびれてきたんやけど、なんで俺あぐらかいとったら足しびれてくるんだろう。続けます。なんだか言いくるめられているだけに思えてしまう。イーナさんの言い方じゃ答えはイーナさんに従うかクリスさんに従うかのどっちかしかないみたいだ。もっとあるはずじゃないのか。そうは思いつつも納得できる文字もあった。他の可能性なんていくら考えて考え抜いた末に消えたと消えていったのだろう。日が傾き、あたりを赤く染めていく。そうそう、敵が判別できるようになってくるんかな。小鳥、今は話し合っている場合じゃない。とりあえず敵を見つけて倒さないと。そろそろ来るもんな。時間がない。誰かが来る前に高近くにいる敵を倒さなければならない。本当じゃ、本当切ないよこれ。涼介の言う通りだ。まずはここにいる敵を倒すのが先決だろう。わかった。もう渋々って感じ、渋々って。だんだん暗くなってきてから敵の場所もわかるはずだ。うん、もうわかる。そう言って小鳥はゆっくり歩き始めた。今回は敵を倒すけど、まだ私納得してない。ま、考えるのは自由だ。とは言っても、小さな声でイナさんは続ける。結局のところ、お前はこの島の全部の敵を倒すことになると思うがな。聞こえていないのか、言いたのか、いないのか、小鳥は迷いを寄せたまま何も喋らずに、茂みの中へと入っていった。しかし、少し進んだ後、小鳥は急に立ち止まる。そして、こちらに背を向けたまま後ずさりで戻ってきた。小鳥？クリストファー？クリスさん？茂みの奥からクリスさんが現れた。今度こそ妨害しに来たぞ。本腰を入れてって感じかな。今回はここまでにさせていただきます。こういうちょっと中途半端なところで終わってすみませんが、次回クリストファー、クリスさんとの戦いになるのか。次回も、来週もやると思うんで、次回もよろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。何この複雑な状況。今の涼介と小鳥ちゃんにとって誰が味方で誰が敵なんかよくわからんようになってきとるやん。とりあえず今は敵を倒さなあかんけん、クリスさんとの対立になるとは思うけど、次回のパートからどうなるんだろう。